ザ・ゴースト・インサイドはアメリカ・ロサンゼルス出身のメタルコア、メロディック・ハードコアバンド。2004年に結成。以前は、ア・ダイイング・ドリームという名で活動していた。A ・ダイイング・ドリーム名義ではフロントラインから EP をリリースしている。翌年、ミディアスカールに移籍。以前の EP をリテイクしたものを再度リリースしている。ほどなくして、バンド名はザ・ゴースト・インサイドとなり。 初のフルアルバムとなるファースト、フューリーザ・ホールン・ワンズをリリースする。2010年には、セカンド・リターナーズをリリース。2011年、ドラマーの KC ・ストックブリッジが脱退、新たに、フォー・ザ・ホールン・ドリームスのドラマーであり、ソングライターでもあった、アンドリュー・トッカー・チックが加入した。2012年、バンドは、ミディア・スカールから、エピタフへ移籍する。同年開催された、 オルターナティブプレスツアーでは、ミスメイアイと共に公演を行い注目を集める。さらに Aday2 リメンバーのジェレミー・メキンゲンのプロデュースしたサード、ゲット・ホワット・ユー・ギブがビルボードチャートで88位を獲得している。2013年には出世作である、ゲット・ホワット・ユー・ギブを引っ下げてワールドツアーを行った。2014年にリリースされた、フォース・ディア・ユースは、 ビルボードチャート66位にランクインしている。2015年1月、結成メンバーであったギタリストのアーロン・ブルックスが脱退したことを自身のフェイスブック上で発表した。以降オリジナルメンバーはジョナサン・ビジルの一人のみとなった。同年11月、バンドメンバーの登場したツアーバスとトレーラートラックが正面衝突する事故が発生。運転手は両者とも死亡している。 メンバーたちは生存していたものの重篤な状態にさらされた。アンドリュー・トッカーチックはこの事故の影響で片足を失っている。2016年のワープドツアー中のアナウンスでバンドは翌年2017年のワープドツアーに参加する予定であると宣言したが、これは実現しなかった。3月には以前よりサポートを行っていた元テキサスイン・ジュライのクリス・デイビスが 正式メンバーとして加入した。その後2019年6月13日に事故後初めて人よ限りのライブを開催。2020年7月5日にはフィフスアルバムザ・ゴースト・インサイドを発表した。その翌日である7月6日、ベースのジムが過去に人種差別的な言動を行ったとの指摘が相次いだことを受けてバンドは彼を解雇する。しかしこの判断は 周囲からのプレッシャーがあったことによる過ちであったとして、後にジムはバンドのメンバーに戻っている。メタルコアおよびメロディックハードコアと扱われることが多い。バンド自身は Facebook 上などでメロディックハードコアを名乗っている。ベーシストのジム・ライリーはインタビューで、アン・アース・ヤーズ、アイ・レイ・ダイイングといったバンドからギターソロと歌を減らしたようなものとバンドの音楽性に、 ついて説明している。また、彼は、同インタビューで、スローダウン、ベリー・ユア・デッド、ミザリー・シグナルズ、キル・スウィッチ・エン・エイジ、アン・アース、ブリーディング・スルーといった全世代のバンドに影響を受けたとしている。また、ポップ・パンクや、エモといった、必ずしもヘビでない音楽でない音楽も聴いていたと、いう。ボーカリストのジョナサン・ビジルは、ノー・ FX や、 レスザン、ジェイクなどのパンクロックやヘイトブリード、スリップノットといった音楽を聴いて育ったと語っている。元ギタリストのアーロン・ブルックスは、バッド・レリジョン、ポイズン・ザ・ウェル、ヘイトブリードを聴いていたという。また最近のバンドのお気に入りにカムバック・キットの名を挙げている。曲作りに関しては先に楽器による録音をしてから、ジョナサン・ビジルやアーロン・ブルックスが歌詞を書くというスタイルをとっている。 サード、ゲットホワットユーギブ以降は、クリーンボーカルを導入することが増えたが、プロデューサージェレミー・メキンゲンの意向ではないとしている。ありがとうございます。